どうも、時はの森です。TM 横浜でえプレイキュー配信をしようと考えております。まあね、あの、ラジオ放送の配信なのでね、あの、もちろん映像は、え、ございません。ですが、できるだけね、試合の情報を、え、皆さんに共有できるよう心がけて、え、いこうと思います。ベータズファン、 の方はもちろんなんですけれども、えー、プレキューファン、どこのチームの方でも、えー、大歓迎です。えー、ベイサーズが、えー、CS での戦いで、たチーム、現在ですね、スワローズ、そして、えー、巨人なんですよね、えー、上位、そしてベイサーズの下は、日本シリーズいけるように応援していきたいと思っております。ベイサーズファンだけの方たちだけでなくですね、他球団ファンの人たちも、 ぜひ、えー、一緒に応援していただけたらなと思います。そしてですね、この収録がですね、ちょっとね、前のことなので、もしかしたらこの放送がアップされる頃には、もうスワローズのね、優勝がもう決まってるかもしれません。なので、ちょっと、その辺はね、あの、ご了承いただきたいなと思います。さあ、続いてなんですけども、えー、僕のデスク環境はですね、かなりパワーアップ。 というか、自分の理想通りの、えー、環境に仕上がってまいりました。現在のデスク周り、えーまあ、このね、音声なんですけども、環境について少しお話ししていきたいと思います。まずは、えー、デスクで使用しているモニターです。LG の、えー、モニター,、えー、ウルトラワイドモニター35インチを使用しております。曲面。 型ウルトワイドモニター 3440×1440 の解像度。そしてですね、ポートと言いますと、あの、USB Type-C、そして HDMI が2つ、ディスプレイポートが1つ、そしてスピーカーが搭載されているものです。まあ、この LG のね、モニターっていうのはね、LG 専用ソフトウェア、オンスクリーンコントロールというね、アプリというかソフトをインストールして使用するとですね、 あの、画面をコントロールできるという感じなので、僕はあの29インチのウルトラワイドモニターも持っております。効率いいね、あの、作業環境が実現しているかなと僕は思います。そして現在はもうこの35インチのみで作業をしています。ほんとね、動画編集とか、この音声収録したね、この映あの、編集。 ものすごくね、あのタイムラインがね、長く、えー、全体にね、えー、見れるので、最高なんですね。29インチの時はちょっとね、短いかなっていう感じがしたんですけど、うん、35インチにしてから、ものすごくいい環境になりました。続いてはですね、モニターライトについてお話しいたします。モニターライトはですね、 連休のスクリーンバーハローです。これはですね、もう皆さん YouTube で何度も何度も多分見ていらっしゃる方いると思うんですけども、USB で接続してデスクライト、そして無線のリモコンが付属しております。自動調光、そして間接照明モード、光園食性ということで、いい感じにね、あのデスク、そしてモニターのあたり、手元をね、照らしてくれる、あの モニターライトです。これもね、僕はつい最近購入したもので、あの、以前ね、本当、二三千のね、あの、モニターライトっていうのを使っていたんですけども、えー、一回処分いたしました。そして、処分する前に、うちのおちびちゃんに、ちょっとね、遊び道具というか、あげてたわけですよ。で、ちょっとね、もう壊れてしまったので、やめていって、で、この、ュ球のスクリーンバーハローが発売してしばらく経つんですけども、やっとね、 僕の手元にも届いたという感じになります。これもね、ほんとね、電気、部屋の電気をつけなくても、あの、かなりね、モニター周辺を照らしてくれるので、本当いい環境が整ってきました。そしてですね、あの、電源周りです。デスクといえば配線とかね、ごちゃ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 してると思うんですけども、あの、YouTube とかでね、デスク周り、 あの、配線整理みたいな感じでね、いろいろ動画がアップされてます。えー、僕もね、あの、配線をね、あの、いろいろ、こう、ごちゃごちゃするのはあまり好きではないので、本当試行錯誤、えー、いろいろ考えてですね、あの考えて考えて考えて、今の環境ができてるわけなんですけども、電源タップ、ね、あの、普通にね、 あの、10個口とか7個口とかのね、電源タップでね、僕も試したことがあるんですけども、どうもうまくいかない。自分の中でですね、でうまくいかないので、なんかいい方法ないかなと思いまして、まあ、よく電源タップにね、固定用のね、部分が、ねじ止めできるね、固定部分というか、なんというんですかね、ものがついている電源タップってあると思うんですけども、それを買いました。それがですね、エレコムの電源タップタワー型、 延長コードということでね、12個口です。USB-C ポートが、二、えー、2個。USB-3 ポート、あ、ポート、USB ポートが3つですね、ついております。いい感じで45、45W、えー、電源供給できてですね、固定パーツがついております。電源の、あの、ケーブルの長さは2メートルということで、これを僕はディスクの裏に、ネ、え、ジ、ーね、止めして固定して、 止めております。でね、足元もほんとね、スッキリして、ごちゃごちゃ感がなくなりました。えー、これをね、見つけてからもう、ほんとね、テーブルの上とかに置こうと思ったんですけど、できるだけ、これもね、あの、YouTube とよくお話しされていることなんですけど、僕も基本的にね、あのデスクの上に物を極力置きたくないんで、裏側に設置いたしました。ほんとこれ、いいです。便利です。でですね、次は、 ですね。マウスです。マウスは、あのー、いろいろ試してきました。で、有線のマウス、そして、安い、Bluetooth のマウス、USB のマウス、いろいろ試してきたんですけども、最初ね、今使っているマウス、トラックボール付きの、えー、ロジクールのワイヤレスマウスです。で、これがですね、あの最初このタイプの、Bluetooth 対応じゃない、一つ前というか、ちょっと、 古いタイプのものを使ってました。ですが、やっぱり Bluetooth で無線化したかった。そして USB をね、えー、使用しないで買いたかったっていうので、このロジクール M575S というマウスに買い替えました。こんなにね、このトラックボールっていうのはね、最初ね、自分の中で どんなものなのか、自分は扱えるのかっていう不安があったんですけど、一度ね、この今お話しした一つ前の形の、たのね、あの、マウスを使用して、ほんとね、トラックボールなしでは、ほんといられなくなったんですね。なんと言っても、やっぱり手をそこまで動かさなくても、もう固定の位置でね、トラックボールで、あの、マウスポインターが動かせるということにはまってしまったというかね、 体感を覚えたというかね、そういうことでね、もうこれはもうこのマウスはもうやめられないです。キーボードなんですけども、えー、点キーがついているキーボード、そして薄くて使いやすいものを、えー、探しておりました。こちらのキーボードもですね、いろいろ試してきました。僕はですね、自作 PC も一台作っておりまして、コロセアの、えー、キーボードも持っております。ゲーミングキーボードですね。 で、やっぱり有線なんで、線がごちゃつくっていうこともあって、僕は、あの、今自作 PC を使っていないので、やめました。そしてですね、デスクの上、あの、無線化の極力したいので、有線はやめてですね、こちらもですね、あの、無線対応の Bluetooth、はい、Clever というね、メーカーのキーボードを使用しております。3台同時接続可能ということでね、 ブルートゥース3台登録できる。これがまた最高なんですよ。この1台があればね、iPad Pro そして携帯、スマホですね。そしてパソコン。あの、この3台がね、あの、1、2、3でね、えー、振り分けて使用できるので、この1台さえ持っていれば、1。そして充電はですね、t y p e C だったような気がするんですよね。あの、なので、これタイプ C1 本あれば、 充電可能なんで、そして一旦満タンすると、あの、かなりね、充電が持つので、しっかりね、終わった後、作業をしないときに電源をオフにしておけば、かなり充電しなくても、使用ができると。これに惹かれてですね、もう使ってもう薄くて軽くて、ほんとね、天気付きで、あの、最高のキーボードです。はい。まあ、簡単なんですけども、 ディスク環境は今お話ししたもので、す、え、べ、ー、て作業をしております。今回放送中のですね、この紹介した、えー、お話しした URL につきましては、えー、下の概要欄に記載しておきますので、気になる方はぜひ見てみて購入してはいかがでしょうか。そしてですね、ここで一つなんですが、皆様に共有しておこうかなということがあります。お話ししていた中に、勉強スクリーンバーハローが あったと思います。僕はですね、この商品を Amazon で購入いたしました。続いたらすぐにですね、もうモニターにセッティングしたかったので、取り付けました。しかしですね、ここでトラブルが発生したんですね。良品かと思ってはいなかったんですけども、付属品としてあの付いているあのリモコンの関連値、単4ですね、出るところまで行ったんです。しかし、スクリーンバー、 つきませんでした。取扱説明書をですね、もう一度読み返して見てみたらですね、こんなことが書いてありました。電池残量がなくなると、このリモコンの、あの、光るね、あの、ライトというか、LED というかね、この電気の点滅する部分がですね、まあ、残量がないですよっていう感じで点滅するわけです。まさにね、この箱に入っていた電池を入れても、その状態だったんですね。もしかしたらと思って取扱説明書を読み返しました。 で、自分がたまたまね、この単四電池を持っていたので、えー、入れ替えました。そしたらなんと、無事、スクリーンバー、点灯いたしました。なので、うん、まあ、不要品じゃないんですけどね、あの、電池なんで、お店が悪いとかね、何かが悪いとかっていうこと多分ないと思います。 電池ななななんんででくくるるはすね。この商品に限らずですね、不良品じゃないけど、なんかおかしいなということがネットで買うとあるわけです。なので、それを防ぐというかね、そういうことが嫌だって思う場合はですね、量販店で購入できるなら、ね、量販店ちょっと高いかもしれないんですけど、うん、それが一番安心なのかなと思います。